何？お見舞い。そう、宴会謝絶が解けたと聞いて。ベランダ問題ない。お見舞い。具合が悪い時は肌と肌で温め合うものと。どうして？ずいぶん騒がしいけど、シド起きてるの？どう？何してるの？さっさとシドウから離れなさいよ。どういう状況なの？そう。へえ、最近のお見舞いって泥棒猫みたいにベランダからベッドに潜り込むことを言うのね。イフリート、今日はあなたと戦うために来たわけじゃない。シドウのお見舞いはそれよりも重要。ふん、命拾いができて光栄だわ。シドウ、何を？こんな状況だってのに、飛び位置折り紙まで口説いていたの？まったく。ふーん、ま、信じるわ。何そんな驚いてるの？シドウにそんな度胸がないことは、私が一番よく知ってるわ。でもまあ、そういうところがどうしようもなくし、アホシドウらしいっていうか。いいえシドウ、グラムあたりの値段が毛ガニに負けるその頼りない脳みそでよく聞いて。なんか言った？さて、ここに来た本題を話さないとね。どうやら天宮市全域に及ぶ範囲でとても強い霊波を探知したの。精霊が絡んでる。その可能性が高いわ。だけどまだはっきりとした確証がない限り断定はできない。もしかしたら AST でリアライザの実験を行っていた可能性もあるし。でも AST ではここまでの霊波を出すのは難しいと思うけどね。ほっとしている暇はないわよ。何かが起きてるってことは変わらないんだから。それにこの剣とシドウの体から霊力が逆流してる現象との間に何らかの因果関係があるんじゃないかと私は睨んでる。偶然にしてはタイミングが良すぎる。シドウの方に異常はないし、普通に考えたらそうなるでしょう。まあ、これは私の勝手な予想だけどね。
上と連絡が取れない今は簡単に結論を出せないし、取れないのよ連絡が。ラタトスクの上層部とね。私もそう思うわ。でもね、目の前で起きてる現実を否定するほど私は愚かじゃない。フラクシナスだけでもある程度調査は進められる。今やれるだけのことはやるつもりよ。シド、あの女まだ外にいるみたいだけど。とにかくシドは精霊たちを少しでも安定させるように努めてちょうだい。根本的な解決にならないのは分かってるけど、暴走の可能性を最初…ガイアがうるさいからもう行くわ。浅いぞ、シド。朝毛はまだか？
く眠れたかい？おはようございます、シロさん。何よ、もう忘れたの？検査が終わったら精霊マンションが修繕されるまでうちで一緒に暮らすって言ったでしょ。一度病院で本格的に頭をスキャンしてもらってくることをおすすめするわ。昨日飛び市折り紙と夜遅くまで何かしてたからじゃない？そうね、あなたに何かできるなんてこれっぽっちも思ってないし。ん？シロ、昨日飛び市折り紙と何かあったのか？本当か？そうか、何もないなら良いのだ。シド、昨日も説明したけど、精霊は今とても不安定な状態にあるの。制御できずに暴走を繰り返していたら、どんな被害が出るか分かったもんじゃないわ。言動には十分に気をつけてちょうだい。そう、ならいいわ。今日の朝ごはん食べるのってなんだか久しぶりね。シド、まだか？シド、早くしてくれ。シドウくん、気をつけてね。病み上がりなんだから、あんまり追い出しちゃダメだよ。いってらっしゃい。遅いぞ、シドウ。まったく、何してたのよ。そう、次からはもっと前に済ませときなさい。どうしたの？ねえシド、あなた本気で言ってんの？この町の新しいシンボル、新天宮タワーを忘れるなんて。最近完成したばかりでまだまだ話題じゃない。もっともオープンするのは8月らしいけど。シド、ちょっとシド、あなた本当に大丈夫？おはよう、トウカちゃん、コトリちゃん。おはよう、リンネお姉ちゃん。シドウもおはよう。待ってたんだよ。シド、体調が悪いようならまだ休んでた方がいいんじゃないの？気をつけないとダメだよ。夏に体調崩すと長引いちゃって大変なんだから。あ、ねえシド、私気づいちゃいけないことに気づいちゃったかも。
ちょっとまずいかなって思っちゃったりするんだけど、あのね、ちょっとおしゃべりしすぎちゃってるかも。はーい、シード待つのだ。シード、シード、早く起き、時間になっちゃうよ。やっと起きた？おはよう、シード。気持ちいい朝だね。ちょっとうなされてたみたいだけど、大丈夫？起きられそう？よかった。朝ごはん作ってあるから、着替えたら降りてきてね。ありがとう。でも、そういうことばっかり言ってると、軽く見られちゃうよ。そう言ってくれるのは嬉しいけど、別に目標にされるほど立派なことはしてないってば。それに、何かになりたいとかじゃなくて、指導は指導らしいのが一番じゃない？そんなことないってば。私はね、指導にはいいところがいっぱいだと思うよ。うん、独り言だよ、独り言。ほら、こんなに喋ってたら遅れちゃうよ。指導は起きて準備しないと。ちょっと指導、私がいるのに脱ぎ始めないでってば。いいから早くね、私先に降りてるから。シド、いつまで寝てるのだ。シド、もう起きてたのか。シドはドロップキックで起こされるととても喜ぶと小鳥から聞いてきたのだ。残念ながら一足遅かったようだ。なぜだ？わかった。ならば次回からはそうしよう。お目覚めだね。はい。いや、残念だったね、シド君。もう少し寝てたら、ヨシノに起こしてもらえたかもしれないのにさ。シド、一つ教えてほしいことがあるのだが。ドロップキックとは、キックなのだ。やはりドロップに関係があるのか。実は少し悩んでいてだな。自分でドロップを舐めながらキックをするのか、相手の口にドロップを詰め込んでからキックをするのかが今一つわからなくてな。指導が言い淀むとは、まさかもっと危険を伴う技だったのか。どういうことだ。あ、まさかドロップに毒が。それなら指導も起きそうだな。うん、早く
朝げの準備は終わっているからな。わかりました。まったく、シード君は恥ずかしがり屋さんだね。みんな席に着いたみたいだね。それではどうぞ召し上がれ。うん、早速いただくぞ。うまい。今日の朝げも絶品だ。このだし巻き卵、外はふっくらふわふわしてるのに、食べてみると中からたっぷりのうまい汁が染み出てくる。一緒に食べるぞ。あ、うん、格別にうまいぞ。トウカちゃんたら、そんなに褒めても何も出ないよ。リンネ、それはおかわりできないということか。え、おかわり？あ、そういうことね。大丈夫だよ、トウカちゃん。ちゃんとおかわりは用意してるから。でもよく噛んで食べてね。うん、おかわりの準備を頼む。いただきます。うん、ヨシノちゃんもたくさん食べてね。ヨシノちゃん暑いの苦手だよね。お味噌汁ちょっと冷ましておいたんだけど大丈夫かな。ありがとうございます。いやー、リンネちゃんは気が利くな。理想のお嫁さんになれるよ。うむ、料理も絶品だしな。もう、なんで今日はみんな褒めてくるのかな。そんなに言われると照れちゃうよ。お兄ちゃん朝からナンパしてる。リンネお姉ちゃん困ってるよ。あ、違うの、小鳥ちゃん。これは嬉しいからで困ってるとかじゃ。にゃはは、リンネちゃんは可愛いな。これはヨシノの大きなライバルに間違いないよね。ヨシノ？やれやれ、シード君と来たらこれだからさ。先が思いやられるよ、まったく。お兄ちゃんはお兄ちゃんだからな。余裕でしょ。シドはどうしたのだ。うん、そうか。みんなお姉ちゃんの作るお味噌汁おいしい。本当、喜んでもらえて嬉しい。あ、お兄ちゃん、だし巻き卵いらないなら一個ちょうだい。愛してるぞ。あ、でも指導の足りなくなっちゃう。私の1個あげるね。いいの、私がそうしたいんだから。はい、指導、あーん。ありがとう。うん、リンネ、抜け駆けはずるいぞ。私も指導に私も私もあーしたい。なかなかやるね。さすが指導くん。
しよう、シド。私、失敗しちゃったかも。遅刻は良くないな。だが、今度は私もやるぞ。約束だ。私もだぞ。私もです。シド、今度から目が浮つくの気をつけた方がいいよ。ごまかやらしい。しまして、指導も喋ってばっかりいないで、ちゃんと食べなきゃダメよ。天狗市で動物園を経営していた。男性、56歳の行方が分からなくなってから。園長さんがいなくなって、動物園も困ってるでしょうね。何らかの事件に巻き込まれた可能性も高いとみて、今後も捜査を続けていく方針です。それでは次のニュースです。天狗市近郊で飼っていたペットが突然姿を消してしまう事件が相次いでいる件について。宇宙人に連れ去られたとかじゃないよね。不思議だね。ハーメルンの笛吹き男みたいな感じなのかな。おお、戦いの幕が開く。その地の定め。戦い？敵が来るのか、小鳥。トウカちゃんが言うなら、そうなるかもしれないね。ワクワク。トウカちゃん、冗談だから落ち着いて。ね。冗談なのか？わかったのだ。みんな、おかわりだ。はーい。トウカちゃん、よく食べるから、作る方も嬉しいな。リンネの作る料理はうまいから、箸がどんどん進んでしまうのだ。トウカちゃんってばうまいんだから。ん？私は料理をしていないが。いや、そういうわけじゃ。ううん、それは置いといて。トウカちゃん、ご飯大盛りにする？うん、よろしくと。大丈夫だ。ん？大丈夫？詰まっちゃ…あ、すまん、小鳥。心配かけたな。わた…うん、よかった。私もです。トウカちゃん大丈夫？今のはヨシノもびっくりだよ。本当に大丈夫？手とか切ってない？それは大丈夫なのだが。すまん、シド。茶碗を割ってしまった。何言ってるの。お茶碗よりトウカちゃんの体の方が大事だよ。だがリンネ、これはシド。ごめんなさい。私そんなつもり。さっきも言ったが、全然平気だ。やっぱり、シドはすごいな。なんでもないよ。シドはシドなんだなって。よし、気を取り直して。みんな、おかわり。